さっきの波はなかなかだったな。お前もそう思うだろ？はあ、そうですね。確かに結構高かったです。そこまで警戒せずとも、今日は部下たちにせがまれて連れてきただけだ。争うつもりはない。まあそうでなくとも、このような状況で暗殺の真似事などしたくはない。もしお前を殺すとするならば、正々堂々と正面から仕留める。約束しよう。おい、何をしている？波が来ているぞ。いいのか？え？まさかあの程度の波に反応できないどころか、そのような無様を晒すとはな。お前は本当に桃地を追う大魔人の部隊を預かる隊長なのか？いくらタイマニンと言っても、あそこまで急な波には乗れませんよ。もちろん魔界騎士もそうでしょうね。ほう。いや、お堅い魔界騎士様だからこそ、とっさの場面には弱いんじゃないですか。なんだと？あまり侮辱するようならば、
先ほどの約束取り消して決闘を挑んでもいいのだぜ。早まったか。だけどもう少しだ。よかろう。そうではないところを見せてやろう。はあ？どうだった？先ほどの無礼な発言、取り消すなら今のうちだぞ。はい、謹んで取り消させていただきます。許す。せっかくだ、少し手ほどきしてやろうか。つまらぬことで大魔人たちが体調を失ってしまわぬようにな。いえ、俺は俺で今の波くらいは乗りこなせるようになってみせますよ。任務以外では意外に子供だな。戦場でのお前は敵だろうが何だろうが、利用できるものは利用するたちだろ。しかし私としてはそちらの方が楽しみでもある。ん？何か言いましたか？気が変わったならいつでも言えばいい。そう言ったんだ。